新宿区は自然、歴史、文化、芸術、経済活動などがあり、多様性と懐の深さを持つ都市です。これらを背景に、これまで培ってきた豊かな地域の力を新宿力と呼んでいます。新宿区はこの新宿力で環境に配慮した街づくりを進め、安らぎとにぎわいに加え、社会、経済、環境が融合した持続可能な環境都市を目指しています。新宿区第二次環境基本計画は、区内や区に関わりのある環境を保全するための取り組みをまとめた総合的な計画で、平成25年度から平成34年度に進めていく取り組みを示しています。新宿区が目指すのは、地域資源を生かし、区民、事業者、区が一体となって作る持続可能な環境都市新宿です。この実現に向け、2つの横断的な観点を土台とし、5つの基本目標の達成と3つの重点的な取り組みを掲げています。横断的な観点として、参加と共同の促進とグリーン経済の推進の2つを位置づけています。参加と共同の促進では、区民や事業者の皆さんが身近な活動に参加できるよう、連携をより強め、情報をさらに発信し、新宿に関わる人の力を集結し、より良い環境を創造していきます。グリーン経済の推進では、環境を守りながら経済も発展する新しい都市モデル実現を目指します。続いて、5つの基本目標についてご紹介します。基本目標1、人と自然が調和した町の快適性を確保します。水辺や緑を利用し、また生物多様性の保全へも配慮し、快適に過ごすことのできる自然との触れ合いの場を創出します。また町の環境美化や良好な景観づくりなどを進め、人と自然が調和した町の快適性を確保していきます。基本目標2、資源循環型の社会を構築します。ゴミの排出を抑制するリデュース、リユース、リサイクルの 3R 活動をさらに充実させ、引き続き資源循環型社会の構築に向けた取り組みを着実に進めます。またゴミ出しのルールを守り、産業廃棄物や不法投棄ゴミの適正処理を図り、循環型社会を構築します。基本目標3、身近な環境の安全・安心を守ります。大気汚染や水質汚濁など広域的な公害の改善や、近年増加している騒音や臭気問題、さらに空き家対策を含む近隣公害の対策、有害汚染物質に関して適切な情報提供や事業者への助言・指導を行います。また災害によるリスクの軽減対策を推進します。基本目標4、地域特性に応じたエネルギーの確保と効率的利用を推進します。総エネの推進、新宿区の特徴である人や物の集積を生かし、省エネルギーを推進し、再生可能エネルギー、未利用エネルギーを活用して大きな取り組み効果が期待される総エネを着実に推進します。またスマートコミュニティ形成の活発化を踏まえ、新宿における地域エネルギーマネジメントの構築を促進します。基本目標5、地域・地球環境に配慮した環境都市づくりを進めます。温室効果ガスの排出削減や低炭素な暮らしに向けた取り組みにより、地球温暖化対策を推進します。同時に都市構造の改善といった緩和策と
適応策の適切な組み合わせで、ハード・ソフトの両面からヒートアイランド対策を進めます。さて、ここで目指すべき環境都市像を実現するため、3つの重点的な取り組みをご紹介します。1つ目は、主体的な環境活動とネットワーク化の促進です。区内各地で行われている環境活動がさらに広がり活発化するために、個人の方や地域の主体的な環境活動とそのネットワーク化を促進します。また新宿エコ隊の取り組みを拡大するため、ウェブサイトの充実、学生版新宿エコ隊の活動推進、エコ隊員同士の交流促進を図ります。緑のカーテンを通じた世代を超えた交流や緑の保全を普及・啓発していきます。さらに、区内の緑などを活用した自然や生き物と触れ合う機会や保全活動への参加を促進するとともに、長野県伊那市、群馬県沼田市、東京都あきる野市に開設した新宿の森における森林保全体験など、区外の活動への参加も促していきます。ゴミゼロデーや町の美化、3R 活動など、区民・事業者が自主的に行動しやすい環境を整え、活動を推進します。また区の伝統作物である内藤唐辛子、大久保ツツジなどの普及・啓発や緑化利用など、地域の特色ある活動を推進します。環境活動への参加を促し、意識・啓発を図るため、環境学習を推進します。出前講座を開催します。またエコリーダーを養成し、講座修了生や協力団体、事業者との連携により環境学習を推進していきます。新宿子ども環境シンポジウムや環境学習発表会といった小中学校における環境教育も充実させていきます。そして環境学習情報センター、リサイクル活動センターを環境学習の展開、実践や情報発信の拠点として運営していきます。区民や事業者の方には、電気やガスなどのエネルギー仕様の見える化やネットワーク化、高度化を図り、消費者の立場からエネルギーをマネジメントする立場へ進んでいただきます。そして区はこれらを推進するために、情報提供や環境整備を行っていきます。さらに、節電や再生可能エネルギーの活用などによる総エネについても、区民・事業者・区が一体となって取り組むための仕組み作りを検討していきます。新宿区第二次環境基本計画の内容を十分にご理解いただき、新宿区の環境をより良くしていきましょう。区に住む人、区で働き、学び、活動する皆さんは、一人一人ができることから始め、みんなの力を合わせた行動へと広げてください。事業者の方は、事業活動を見直し、環境へ配慮したものへと転換していくことをお考えください。区は環境の保全と創造に関する施策・取り組みを皆さんの参加・協働のもとに推進します。この3社が連携・協働して取り組むことで、新宿区の目指すべき環境都市像、地域資源を生かし、区民・事業者・区が一体となって作る持続可能な環境都市新宿を実現できるのです。このかけがえのない地球を次の世代に確実に引き継いでいくために、これまで以上に皆さんと連携・協働して、環境への取り組みの輪を地域へ広めていきましょう。